皆さんこんにちは。尾張旭市の行政情報をお届けする朝ちゃんの時間です。8月に入りました。暑い日が続いてますね。子どもたちの中には海や川などでいっぱい遊んで真っ黒に日焼けしちゃったなんていう子もいるんじゃないですか。くれぐれも熱中症にはならないように気をつけてくださいね。それでは今回の内容はこちらです。特集は夏の一大イベント、楽しい夏祭りについて。イベントや募集、市政情報などをお届けする尾張旭ホットニュースをお送りします。今回も盛りだくさんの内容でお届けします。最後までどうぞお楽しみに。それでは楽しい夏祭り実行委員会の松原会長と市役所市民活動課の小栗さんにお話を伺います。松原さん、小栗さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、夏といえば楽しい夏祭りですよね。もう今からすっごく楽しみなんですけど、今年はいつ開催されるんですか？今年の楽しい夏祭りは8月24日土曜日です。時間は午前11時から午後9時までで、場所はスカイワード朝日城山公園一帯で開催します。今年も子どもから大人まで楽しめる盛りだくさんの内容を用意していますよ。わあ、いいですね。幅広い年代で楽しめるのが夏祭りの魅力の一つですよね。ちなみに子ども向けのイベントはどんなものが開催されるんですか？はい、スカイワード朝日では簡単なゲームなどを楽しめる子ども縁日や折り紙教室が行われます。また城山野球場では水鉄砲バトルやワクワク迷路を楽しんだり、ミニ蒸気機関車に乗ったりすることができますよ。うわー、どれも楽しそうですね。ユニークなイベントもたくさん開催されるんですね。でもたくさん遊んだ後はやっぱりお腹が空きますよね。お祭りのグルメはどうなってるんですか？そうですね、スカイワード朝日ステージ前のグルメ街道や城山野球場北駐車場の食の広場では今年も多くのお店が並びます。子どもたちの好きなポテトフライやかき氷をはじめ、焼きそばや唐揚げなどお祭り定番のグルメが楽しめますよ。うわー、私もどれも大好きです。お話聞いてるだけでお腹がちょっと空いてきちゃいました。あとあと、お祭りのフィナーレはどうなってるんですか？はい、今年のフィナーレは歌うこと、ちなみ&モットが出演しゴスペルライブを開催します。ゴスペルから懐かしの名曲、アニメソングまでコーラスを交えて聞かせてくれます。暑さ吹き飛ばす大迫力の歌声を皆さんで楽しみましょう。うん、確かに生で見るゴスペル迫力ありそうですよね。見て楽しむのもいいし、知ってる曲もありそうなので一緒に歌って楽しむのもいいかもしれないですね。それから武田さん、フィナーレの前にもう一つ忘れちゃいけないものがあります。あ、はいはい、わかりますよ。あれですよね、大盆踊り大会ですよね。さすがです。フィナーレ前に城山野球場で行われる大盆踊り大会は、矢倉を中心に何重もの踊りの輪を作り、朝ピー音頭などの曲に合わせて踊ります。もちろんどなたでも参加できます。ぜひ私も参加したいです。でも最近ちょっと盆踊りのレパートリーが少なくなってきて、せっかくなんで松原さん、朝ピン音頭私に教えてくれませんか？武田さん、ちょっと待ってください。私はうろ覚えな部分があるのでうまく教えられないんです。その代わりに、ちょうど今城山コミュニティセンターの中に盆踊り大会で踊る皆さんが集まっているそうなので、ぜひ中へ行ってみてください。盆踊り大会を仕切る盆踊りのベテラン松原麻子さんもいらっしゃるので、麻子さんたちと一緒に踊ってみてください。うん、そうなんですね、嬉しいです。じゃあ早速行ってきますね。
それではここからは松原麻子先生と尾張旭市文化協会舞踊部の皆さんに教えていただきます。よろしくお願いします。お願いいたします。それでは今日は朝ピヨンドを一緒に踊りたいと思います、はい、ぜひ覚えていただいて楽しい夏祭り当日には一緒に踊りましょうね。踊りましょう。お手柔らかに皆さんお願いします。お願いします。松原麻子さんの指導のもと繰り返し練習しましたよ。先生、動きも簡単で覚えやすいですね。覚えましたか？なんとなく覚えたかなっていう感じなんですけど、はい、じゃあ音楽かけて皆さんと一緒に踊りましょうか。ぜひ、はい、お願いします、はい、お願いします。ちょちょんがちょんちょちょん開いて手の中に、はい、回って、はい、1、2、3、手を受けて、1、2、3、はい、回って、開いて、晴れの日も雨の日も、ハッピーハッピー。上、下、上、下、上、下、開いて、パッ。武田さん、お上手ですね。当日が楽しみです。そうですね、すっごく楽しかったです。じんわり汗もかいて、私うまく踊れてましたかね。とても上手です。いや、皆さんの教え方がお上手なんだと思いますよ。ありがとうございます。また祭り当日は今覚えた朝ピー音頭の他に今年の新曲がありまして、ビューティフルサンデーとか音頭踊りの輪、そして子どもたちがいつも楽しみにしているドラえもん音頭とか踊るポンポコリン、また皆さんが踊れる炭鉱節なども入れたいと思っております。すごい盛りだくさんですね。盛りだくさんに。当日は麻子先生もマイクを持ってなんかこう案内をされるとか。そうですね、皆さんに盛り上げていただきたいと思いますので、はい、武田さんもぜひ踊ってくださいね。わかりました、はい、当日楽しみにしてます。今日は本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。行ってきましたよ。もう盆踊りめちゃくちゃ楽しかったです。で、動きも簡単なので誰でも本当踊りやすくていいですね。よかったですね。ぜひ当日みんなで矢倉を囲んで一緒に踊りましょう。私も一緒に踊りたいと思います。それでは小栗さん、最後に問い合わせ先を教えてください。はい、お問い合わせは市役所市民活動課内楽しい夏祭り実行委員会事務局、電話番号 76-8126 へお願いします。今回紹介したのはイベントのほんの一部です。楽しい夏祭りの詳しい内容はホームページや広報終わり朝日8月15日号と同時配布のチラシをご覧ください。わかりました。松原さん、小栗さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。続いては終わり朝日ホットニュースのコーナーです。文化遺産カードが完成。文化財などの文化遺産をコレクションカードにした文化遺産カードに本市の文化財が加わりました。カードの種類はご覧の3種類で、カードは8月1日から瑞宝公民館とスカイワード朝日で配布します。受け取り方法は該当する文化遺産の写真を撮影し配布場所で提示してください。1人につき1枚配布します。問い合わせは市役所文化スポーツ課文化振興係、電話番号 53-1144 へお願いします。皆さん、8月1日号の朝ちゃんはいかがでしたか？朝ちゃんはご覧の時間帯で放送しています。お好きな時間帯にご覧ください。次回8月15日号はご覧の通りです。どうぞお楽しみに。最後の朝ピーじゃんけんも楽しんでくださいね。それではさようなら。明日ピー。
けんじゃんけんぽん。次回の朝ちゃんもお楽しみに。